日本オラクル製品戦略統括本部の佐藤博之です。このモジュールではオラクルデータベースインメモリ概要についてご紹介をします。本セッションでは4つのアジェンダをご紹介したいと思います。オラクルデータベースインメモリ概要と外観と、あとはオラクルデータベースグローバルカスタマー3種の声、あとは芸術的な3つのポイント、あとはオラクルデータベースが変えるシステムへの影響の考察ということでご紹介をできればと思っております。まずはじめに、オラクルデータベースのインメモリーなんですけども、データベースをインメモリ化するというテクノロジーではあるんですけども、その外観からまずご紹介させていただければと思います。で、一般的な話ではありますけれども、現在のトレンドをまずおさらいしておければと思っております。で、皆さんご存知の通りですね、メモリの価格っていうのはかなり下がってきています。でかつ、当たり前ですけどもコンピューター的には、メモリのアクセスの方がディスクのアクセスよりもかなり高速であると。でかつ、今日のそのエンタープライズのサーバーの環境ではかなり大きなメモリ、ここでは 128GB というふうに書いてありますけども、大きなメモリが集めるようになってきています。さらにかなりハイエンドのサーバーの中では、何テラというようなメモリを搭載できるようなものも増えてきています。でこのようなメモリの、価格が下がり使いやすくなってきたことによって、メモリの効率活用みたいなのが今各ベンダーさんで、行われていると認識しております。でこのようなそのメモリを活用したコンピューティングによってですね、当然そのスピードが速くなってくるというところもあるんですけども、スピードが速くなってくることによって、システムの構成が変わったりですとか、あとはアプリケーションの作り方が変わったりですとか、あとはシステムが速くなったことによって今までのそのユーザーの期待の変化、今までのユーザーとのその期待の変化みたいなのが起こってくると想定されています。ユーザーの期待の変化っていうのは例えばですけども、今現状そのバッチ処理とかで行われているような処理っていうのがインメモリのテクノロジーを使うことによって高速化される。そうすると何かそのビジネスのオペレーションに生かす上で明日まで待たなければいけないっていうような作業というのが、今すぐにこう情報をくれみたいな、ユーザーの期待の要求の増加みたいなのも考えられるかなと思っております。でこのようなそのデータベースのインメモリの話っていうのを今回はさせていただくんですけども、オラクル自身は今までそのインメモリのテクノロジーというのをすでに提供をしています。で改めてその少しまとめたスライドというのはこちらなんですけども、オラクルのインメモリのテクノロジーは、今3つ提供されていて、コヒーレンスという製品と、あとはタイムズ10という製品と、今回新しく発表されたものというのがオラクルデータベースのインメモリのテクノロジーになっています。で基本的にはそのコヒーレンスとタイムズ10というのは、レイヤーが違うところで使われるもの、具体的にはアプリケーションサーバーと同じミドルウェアのレイヤーで使われるインメモリのテクノロジーであって、今回のそのデータベースのインメモリというのは、既存のオラクルデータベースをインメモリ化するというようなテクノロジーになっています。でそのオラクルデータベースのインメモリなんですけども、本当に簡単に一言で言いますと、既存のオラクルデータベースの資産をそのままに大量のデータの分析を超高速化する新たなデータベース基盤という言い方をすることができます。で、この辺の中でのポイントなんですけども、既存のオラクルデータベースの資産をそのままにっていうところがまず一つポイントになっていきます。でそれは、皆様が使っていただいている SQL のコードっていうのを変更することなく、今回のそのオラクルデータベースのインメモリテクノロジーは使えるというのがまず1点と、あとはこのデータベースのインメモリを使うことによって今まで実現がなかなか難しかったようなスピードでの分析を可能にするというような形のものになっています。でオラクルデータベースのインメモリ自体は弊社のオラクルコーポレーションとしては数年かけて開発を行ってきたわけですけども、その中でのその開発のゴールというのがこの4点として挙げられています。で一つ一つちょっと見ていきますけども、まず一つ目は一番左側のリアルタイムアナリティクス、簡単に言うと分析処理ですけども、分析処理を100倍高速化する。で2番目の
まあ、ポイントとしては OLTP を高速化していく、2倍高速化していく。で3番目がかなり気を使って、開発をされている重要な点になるんですけども、アプリケーションの変更することなく、つまりお客様が作っていただいている SQL のコード、アプリケーションというのを変更することなく、この Oracle Database のイメージテクノロジーというのは使えるように、なっています。でもう一つ最後の重要な点なんですけども、今回のその Oracle Database のインメモリーからですね、ハードウェアの機能っていうのをかなり有効活用しようと開発されています。具体的には CPU とのインテグレーションっていうのをかなり密に行ったバージョンとなっています。まあこれら4つの内容に関して技術的な説明、まあ、概要っていうのは今回はご紹介を簡単にさせていただければと思います。でこちらちょっと雰囲気が変わったスライドなんですけども、いわゆるバズワードではありますけども、ビッグデータの環境の中でも、Oracle Database のインメモリーみたいなテクノロジーっていうのはかなり重要になってくるであろうみたいなイメージを図示したものです。で左側のところにはいろいろのデバイスから入ってくるようなデータですとか、いろんな種別のデータというのが、まあ、列挙されています。イベントデータですとか、ドキュメントデータ、ソーシャルデータですね、まあ、そういったものが、まあ、いろいろなそのビッグデータのテクノロジーによって、まあ、処理をされると必然的にオラクルデータベースの中に入ってくるようなデータっていうのも大きくなってきて、その大きくなったデータベースのデータをよりリアルタイムに、まあ、高速にビジネスに反映するような仕組みとして、オラクルデータベースのインメモリっていうのが特に重要になってくるかなと弊社では思っております。でオラクルデータベースのインメモリなんですけども、今までいろいろなお客様、いろいろなパートナー様ともうすでに会話をさせていただいておりまして、一部そのプロジェクトとしては当然進んでおりますけども、そのお客様、パートナー様と会話させていただいている中で、こういうようなところに使えるんではないかというようなご意見をいただいているという一覧になります。で引き続きこれ以外にもいろいろな使い方、オラクルデータベースインメモリの使い方というのはあると思いますので、ぜひともですね、いろいろとコミュニケーションを取らせていただければと思っております。ここからは、グローバルカスタマー3種の声ということでご紹介をさせていただければと思います。でオラクルデータベースのインメモリなんですけども、7月23日に出荷がされたものです。でグローバルではですね、7月23日以前にベータプログラムとして、数社さんの、カスタマーさんをですね、ベータプログラムとして実施をしていました。でその中で結構面白い声が出てきておりまして、それを、カテゴライズしたものっていうのが、3種の声ということですね。ご紹介をさせていただきます。で、グローバルカスタマー3種の声ということなんですけども、まず1つ目としては、ベータカスタマーのお客様から OLTP DWH の概念を結構根底から変えるねみたいな声をいただいています。あとは、導入が結構簡単ですね。あとは、インメモリというとデータがなくなるみたいな心配というのが、懸念されるところだと思いますけども、それをきちんとコードに、管理された形で提供されてますねみたいな3つの声をいただいています。でこのような声、ベータプログラムのカスタマーからいただいているんですけども、このような声の理由、技術的な理由というのを、次のところからちょっとご紹介をさせていただければと思います。でまずはじめになんですけども、既存の OLTP DWH の概念を根底から変えるであろうという声、どういうようなテクノロジーに基づいてですね提供されているのかに関してご紹介をします。でですね、既存のオラクルのデータベース、既存のデータベースの世界の中ではロー型とカラム型という2つの、種類のフォーマットがありました。で既存のオラクルデータベースというのはローをベースにして、作られているものである。でかつ IBM さんの DB2 ですとか、マイクロソフトの SQL サーバーですとか、そういったものもロー型をベースにしている。で一部、特殊なですね、データベースであるサイベース IQ ですとか、そういったカラム型のものも今まで存在していました。でなぜこのような2つの種類のデータベースというのが存在しているかというと、処理の特性が全然違うということですね。
で、ロー型の方は OLTP を処理するのがすごく得意なデータベースになっています。で、カラム型の方っていうのは集計系の処理っていうのを高速化することが得意なデータベースになっています。で、これら2つの特性を同時に実現することができれば、OLTP も集計系の処理っていうのも、まあ、高速化することができるっていうのが基本的にはオラクルデータベースインメモリが開発された根底の理由になります。で、この2つのフォーマットっていうのをメモリ上で同時に実現をしていきます。イメージとしてはこのような形になるんですけども、メモリ上にですね、ロー型のフォーマットとカラム型のフォーマットを同時にロードしています。で、ロー型のフォーマットっていうのは、まあ、今までオラクルデータベースご存知の方はバッファキャッシュそのものです、イコールバッファキャッシュですね。なので、この図でちょっと認識をいただきたいところっていうのは、新しく追加されたものっていうのはカラム型のフォーマットっていうことですね。ロー型は既存のフォーマットですので、カラム型のメモリ上のフォーマットというのが新しく追加されたということになります。で、かつオラクルデータベースのインメモリは、1つのデータから2つロー型とカラム型のメモリ上の空間を同時に生成する、自動的に生成するっていう形をとります。なので、ディスク上のフォーマットは今までのそのオラクルデータベースと変わりませんので、まあ、ディスクの管理のまあやり方とか、まあ、そういったものっていうのは既存のオラクルデータベースの管理と全く変わらないということですね。で、このロー型のフォーマットっていうのは OLTP の時に基本的には使われて、カラム型のフォーマットっていうのは分析の時に使われてきます。で、ロー型のフォーマットとカラム型のフォーマットというのが、まあ、同時にメモリ上に追加されるとすると、その同期方法というのが少し気になるところだと思うんですけども、基本的には、ロー型のフォーマットというのが、まあ、更新をするときには最初に更新がされます。で、その更新されたデータというのは、カラム型のメモリ上のフォーマットにこう同期をされるような形になります。もう少し簡単に言ってしまうと、一つのレコードを例えばインサートしました、挿入しました。その時にはその挿入されたレコードというのは、まあ、カラム型のフォーマットに、まあ、見かけ上は瞬時に反映されるような形で見えます。なので、挿入されたレコードを元にして分析処理が簡単に行うことができる、まあ、この辺のトランザクションと分析系っていうのを内部的にはリアルタイムに融合するような動きをしています。で、よくお客様からですね、まあ、カラム型のご説明をさせていただくと、カラム型っていうのは他の、まあ、ベンダーさんのデータベースでも使われてるよねみたいな話を頂戴するので、少しですね、オラクルデータベースのカラム型の実現方法のイメージをご紹介させていただければと思います。で、左側がオラクルデータベースのインメモリの形式で、右側が、まあ、一般的にそのカラム型を採用していると言われているデータベースの仕組みです。で、左型のオラクルのデータベースのインメモリの仕組みっていうのは、まず一つのディスクの中の物理的な顧客テーブルですとか売上テーブルのデータっていうのから、2つのメモリ上のフォーマット、ロー型とカラム型というのを生成します。なので、今までのそのディスクの中のデータっていうのは、まあ、一つ元々のデータそのものしかないですので、まあ、ディスク容量が増えるといったことはありません。で、メモリの空間で見ていきますと、ロー型とカラム型っていうのは、まあ、同期されているように、先ほど申し上げた通り同期されているように見えます。で、かつアプリケーションから見ると、一番上のところですね、アプリケーションから見ると SQL が実行されると、オラクルデータベースが、まあ、OLTP 系の SQL なのか、もしくは分析系の SQL かを判別して、ロー型とカラム型のフォーマットを自動的に選択をします。これによってユーザーは単にオラクルに対して SQL を投げるだけで、オラクルが内部的にロー型とカラム型を最適な方を使い分けて返していくという形になります。で、一方なんですけども、一般的なインメモリの仕組みの方を見ていただきたいんですが、一般的なインメモリの仕組みでカラム型を採用するという場合には、まずテーブルを生成する時点から、カラム型かロー型かっていうのを選択する必要があります。このケースですと、顧客テーブルがロー型のテーブルとして作られていて、で、売上テーブルはカラム型
をテーブルとして作られています。で、まあ、考えてみていただければ分かると思うんですけども、一番最初にデータを作る、まあ、テーブルを作るときにですね、このデータは分析用途であるとか、このデータは、OLTP 用途であるですとか、あらかじめ管理者が、判別をしてテーブルを作る、まあ、コンフィギュレーションする必要がありますので、そんな簡単にその今までのそのデータっていうのが分析用とか OLTP 用とか分けることがなかなか難しいと思うので、まあ、設計構築っていうのは多少工夫が必要なのかなということですね。一方、少し戻りますけども、Oracle データベースのインメモリは、今までの既存のテーブルからデータが生成されますので、特にそのテーブルのフォーマット、まあ、ディスクの中のフォーマットとして何かを気にしなければいけないということはありません。で、続いて2番目のポイントなんですけども、導入が容易かつ運用管理と高速性の高度な両立ということで、2番目のポイントをちょっとご紹介したいと思います。で、Oracle データベースのインメモリなんですけども、先ほどから導入が少し簡単だみたいなイメージですとか、あとは SQL を書き換える必要がないというようなことをご紹介をしましたけども、基本的なその導入の手順というのは、このような形になります。でまず一番最初に事前調査として、事前調査と書いてあるんですけども、Oracle データベースのインメモリは、本当に必要なデータのみをメモリ上に乗っけていくという考え方です。逆の言い方をすると、管理者がこのテーブルは、カラム型としてメモリ上に、生成をするみたいなのを選択する必要があります。で、むやみやたらにそのカラム型のデータとしてデータを生成してもあまり意味がないですので、本当に効果があるデータは何かっていうのをユーザーさんは選別する必要があります。まずそれが1番目ですね。で、その後、当然そのカラム型としてメモリ上に追加されるわけですので、そのカラム型が格納されるメモリ上の領域、インメモリカラムストアのサイズっていうのをきちんと設定をする必要があります。で、その次なんですが、実際にその選択されたインメモリカラムストアの領域に対してデータをロードするということですね。で、次のところなんですが、不要なインデックスを削除と書いてあります。カラム型のデータを、ロードすることによって、既存のインデックスというのが、必要なくなるケースがあります。逆の言い方をすると、カラム型のデータっていうのはインデックスの情報とかを含んだようなデータとして生成がされますので、既存の設定されているインデックスが必要なくなるというようなことですね。あとは定常運用としては、当然そのインメモリカラムストアの領域っていうのが、きちんと使われているかどうかっていうのを監視していく、これぐらいのステップで運用が進んでいきます。で、じゃあ具体的にどういうようなステップがあるのかっていうのを少し具体的に。まず、先ほど申し上げましたけれども、データベースインメモリを使うと、カラムをメモリ上にロードします。で、そのロードする領域としては、インメモリエリアという領域になってきます。で、これは皆さんご存知の通り、SGA というオラクルの、メモリ上の領域の中に、カラムのデータをロードする領域が新たに追加されました。で、先ほども申し上げましたけれども、ロー型のデータっていうのは、イコール今までの既存のバッファキャッシュそのものになってきます。なので、メモリ領域的に新しく追加されたものっていうのは、このインメモリエリアになります。で、そのインメモリエリアに対して、データをディスクからロードしてくるっていうような仕組みがあるんですけども、そのロードするために、専用のオラクルデータベース専用のバックグラウンドプロセスというのが起動します。既存でオラクルデータベースいろいろなバックグラウンドプロセスを持ってますけども、インメモリデータベースデータベースインメモリ専用のバックグラウンドプロセスというのが一つ持っています。で、これによって既存のディスクの中のフォーマットのデータというのを、カラム型に変換をしてメモリ上にロードするという動きになっていきます。
で、このメモリ上にロードするのは管理者が設定をするんですけども、オラクルデータベースインメモリの中では、まあ、柔軟にいろんな単位でデータを選択して効率的にデータをカラム型にロードすることができます。それが、まあ、テーブル単位であったりとかパーティション単位であったりとかサブパーティション、あとは、まあ、工夫をすると結構使えると思いますマテビューですね、マテリアライズドビュー単位でもインメモリ化することができます。あと特徴的なところでは、このカラムストア、インメモリストアの中にそのカラム型としてデータをロードするにあたって圧縮レベルを全部で圧縮しないも含めて6種類選ぶことができます。それが右上のところですね。で、先ほど、管理者が、まあ、テーブルですとか、まあ、テビュー単位ですとか、データを選択してですね、ロードできるって話をしましたけども、まあ、これもオラクルデータベースインメモリの特徴的な機能の一つで、まあ、例えばですけども、その他のインメモリの実装としてはメモリ上にデータが全てあるということを前提にして、まあ、設計されているものもあったりします。で、こうすると、一般的にそのアプリケーションの中で本当に頻繁に参照されるデータっていうのは、まあ、そんなに多くない。例えば 10%、20% のデータが頻繁に参照されるようなのが普通だと思うんですね。で、この時にあんまり参照されないようなデータもロードする、メモリにロードしてしまうとメモリの、まあ、空間というのがもったいないですので、オラクルデータベースインメモリの場合には本当に参照頻度が高いもののみをメモリ上にロードするというか形式をとっています。で、少し話は変わるんですけども、先ほど、手順の中で不要なインデックスを削除ということでちょっとご紹介をしましたけども、まず左側の方がオラクルデータベースインメモリを使わない既存の環境だと思ってください。で、その場合、例えば OLTP のインデックスが数個貼られていて、まあ、そのデータベースに対して例えばレポートの処理とか分析の処理を同時にやりたいという場合には、そこに対して分析用のインデックスというのを、まあ、たくさん貼っています。この例の場合には10から20のインデックスを貼っています。で、概念的にはですね、この、分析用のインデックスというのはオラクルデータベースのインメモリを使うことによって、まあ、置き換えることができます。で、もう少し言いますと、インデックスというのは皆様ご存知の通り、貼れば貼るほど基本的にはアップデートというのが遅くなってきます。なので、インデックスをたくさん貼ったデータベースというのは、OLTP の処理というのがどんどん、まあ、遅く劣化していくというのは基本的にはご存知だと思います。で、これを、カラム型を採用することによってインデックスは基本的には必要なくなりますので、アップデートの処理が高速化されて、OLTP の処理っていうのが、まあ、早くなる、最適化されるという効果もあります。あと最初の方にですけども、オラクルデータベースのインメモリの開発のゴールとして最新のハードウェアを利用する、活用するみたいな話がありましたけども、その話をちょっとさせていただければと思います。で、オラクルデータベースのインメモリなんですけども、カラム型のメモリ空間を採用したというのが典型的な一つの大きな変更点になるわけですけども、そのカラム型のデータというのは簡単に言うとメモリ上に、盗聴にデータが並ぶようになります。で、その盗聴にデータが並ぶようになったことによって、CPU の中の SIMD、シングルインストラクションマルチプルデータという、まあ、機能が使いやすくなっています。で、この SIMD という機能なんですけども、一つの CPU の処理、まあ、インストラクションで、簡単に言うと複数のメモリ空間を同時にアクセスすることができるような機能になっています。なので、まとめますと、カラム型を採用したことによってこの SIMD と呼ばれる機能が使いやすくなって、まあ、この SIMD という機能は内部的に簡単に言うと並列化される機能になりますので、その並列化の処理によってかなり多くのデータっていうのを瞬時に演算をすることができるようになっています。あと、こちらもそのユーザーからはそんなに意識する必要ないんですけども、このような機能が内部的に備わっていて動いているという説明ですね。
で、エクサデータとかをすでにご存知の方は、ストレージインデックスってご存知だと思うんですけども、オラクルデータベースのインメモリでは、インメモリストレージインデックスの機能が内包されています。で、この図で見てみますと、まあ、店舗表というカラム型の、まあ、メモリ空間がありますけども、その店舗表というのは実際には、まあ、細かいチャンクに分かれています。例えばこの図で言うと4つのチャンク、まあ、まとまりに分かれていて、その4つのまとまりっていうのがそれぞれ最小値最大値っていうのを持っている。この例で言うと1番目のまとまりっていうのが、1から32番目のまとまりっていうのが4から73番目のまとまりっていうのが8から124番目のまとまりっていうのが13から15みたいな形になっています。まあ、こういったある意味ヘッダー情報みたいなものをそれぞれのまとまりで持っていることによって、例えばこの店舗表から ID8 以上の売上を検索したいという場合には、まずはこの MinMax 値を見てどの領域のカラムを参照すればいいかっていうのを判別することによって、まあ無駄なメモリ空間をアクセスせずに高速化するっていう動きを内部的にしています。まあ、ユーザーからは特に意識する必要はありませんけども、こういった参照の最適化をすることによってよりカラム型の処理っていうのを高速化させようとしています。あとこちらも内部的な動きにはなるんですけども、複数のテーブルを参照するときに、まあ、効率化するような処理っていうのが動いています。例えばなんですけども、右側のアウトレットの靴の売上を検索集計というときには、まあ基本的には売上表と店舗表とあとは商品表って3つのテーブルを参照しなければいけないんですけども、内部的にですね、インメモリレポートオンラインみたいな形で、まあテンポラリの領域を作って、そこで演算した結果っていうのを返すことによって、まあジョインの処理とかを高速化をしています。まあこちらもユーザーの方が意識する必要はないんですけども、いろいろな工夫をしつつですね、まあ、メモリ空間のアクセスとはいえ、まあ、様々な最適化を行っているという一つの例ですね。あと先ほどの運用管理の例のところでちょっとありましたけども、設定をオラクルデータベースのインメモリの設定をし終わって、その後、まあ定常運用を管理定常運用するにあたって、まあエンタープライズマネージャーの中にですね、オラクルデータベースのインメモリの情報を見れるような、まあ、ページというのが追加されています。それがオラクルデータベースのインメモリセントラルという形になります。まあ、見ていただくと分かる通り、当然そのロードされているカラムの領域の情報っていうのを参照することができます。サイズがどれくらいであって、あとは、まあ、そうですね、あの圧縮率というのはどれくらいであるみたいな情報っていうのを参照することができます。なおかつ、ちょっと見づらいんですけども、後ろの画面のところにヒートマップみたいなのも表示されています。まあ、これによって、どのカラム型の領域が、まあ、頻繁に参照されているかっていうのを把握することによってですね、まあ、このカラムのデータっていうのはあまり参照されてないので、カラム型から落としてしまおうとか、まあ、そういったことも可能かと思います。あと最後のポイントなんですけども、あのインメモリといいますと、やはりその可用性の話とか、まあ、データがどういうふうになくならないようにできているのかというのが気になるところだと思いますけども、そのあたり可用性とあとは拡張性のポイントに、ポイントをご紹介させていただければと思います。でこれはオラクルデータベースに限らず、オラクルデータベースインメモリに限らずなんですけども、オラクルデータベース自体はスケールアップとスケールアウトの両方の構成を取ることができます。でスケールアップの構成で言いますと、まあ、大きな SNP のサーバーを用意してそこにデータベースを配置していただくみたいな形で、スケールアウトの構成で言いますと、まあ、エクサデータみたいなものを使ってですね、横に広げていく、かつソフトウェア的にはリアルアプリケーションクラスターズというオラクルデータベースのクラスタリングのテクノロジーによって、まあ横にスケールアウトしていくみたいな2つのどちらの構成を取ることもできます。で、
オラクルデータベースのインメモリなんですけども、基本的には分析系の処理をかなり高速化するものです。で、先ほどもちょっとご紹介しましたけども、インデックスがカラム型を採用することでなくなることによって OLTP が一部速くなる可能性があります。ただ基本的な概念としてはオラクルデータベースインメモリは OLTP を高速化するものではないですので、さらなる OLTP の高速化をしたい場合には、そのような新しいテクノロジーといいますか別のテクノロジーを追加して高速化する必要があります。で、今先ほどスケールアップとスケールアウトどちらもオラクルデータベースインメモリができるというふうにご紹介をしましたけども、スケールアップの方は大きなハードウェアを用意してそこにコンフィギュレーションする、容易に想像がつきやすいところだと思うんですけども、スケールアウトですね、スケールアウトの方が少し概念的にはインテリジェントなことをやっていますので、そちらをちょっとご紹介させていただければと思います。で、この例なんですけども、オラクルデータベースのインメモリをリアルアプリケーションクラスターの4ノード上にこう配置をするみたいな形で、まず前提としてですね、分散配置と複製配置2つの方法が取れるということをご認識ください。で、分散配置の方はですね、ディスク上の例えば1から4というデータを、それぞれのノードで1、2、3、4という形で、分割をしておくっていうのが基本的には分散配置で、複製配置というのは1から4のデータがあった場合にその1から4のデータをそのまま4ノード1から4、1から4、1から4、1から4という形で配置をしていくという、2つの方法があります。で、オラクルデータベースのインメモリの可用性を、きちんと担保するためにこの分散配置と複製配置っていうのを混ぜて構成、一番可用性の高い構成になります。で、これはあくまでイメージなんですけども、4ノートのクラスター、リアルアプリケーションクラスターがあった場合、1、2、3、4とまず分割して、それぞれのノートに配置をします。で、かつ、複製、バックアップのデータみたいな形で複製データを作ることができます。で、かつその複製データっていうのは、他のノートに対して、配置されるというような構成になります。で、図を見ていただくと分かる通りですね、1っていうデータが、一番左端とあと2番目のところに配置されています。このようにノードにまたがってデータを配置しておくことによって、もし仮にノードがダウンしてしまった場合にはディスクからまたデータをロードすることなく他のノードのメモリ空間の情報をもとにして動き続けることができます。これによってですね、オラクルデータベースのインメモリの可用性というのを挙げています。で、先ほどオラクルデータベースのインメモリは基本的には分析処理を高速化するものであるというふうに申し上げましたけれども、もしより高速な OLTP を実現したい場合には組み合わせとして今まで提供していた製品ではあるんですけども、タイムズ10という製品の導入もご検討いただければと思います。このタイムズ10自身は先ほども申し上げましたが、基本的にはミドルウェア、例えばアプリケーションサーバーのレイヤーのところに配置をするような製品になってきますので、ネットワークでデータベースに到達するまでもなくアプリケーション側でトランザクションの処理を介していく、つまり超高速な OLTP を実現するときに使っていただくような製品となっております。あともう一つ次の話題なんですけども、可用性セキュリティを既存の仕組みで実装可能と書いてあるんですが、いろいろと書いてありますけども、ちょっとポイントとしてはですね、まず今回のオラクルデータベースのインメモリで変わった、運用管理上変わった点というのは、簡単に言ってしまうと大きなポイントはメモリ空間がカラム型の領域として、取られている、新しく追加されているというところが一つで、それ以外の今までの既存のオラクルデータベースの運用管理性もしくはセキュリティの機能っていうのは何も変わらずそのまま利用することができます。これによって今までオラクルデータベースの
機能として、まあ、長年成熟されてきたセキュリティの機能ですとか可用性の機能ですとか、あとはレプリケーションの技術とか、まあ、そういったものはインメモリの環境になろうとも同様にですね、使っていただくことができるというのだけ覚えておいてください。で、まとめですけども、オラクルデータベースのインメモリなんですけども、非常に簡単なステップで導入をすることができます。オペレーション的に基本的に3つのステップですね。まず1番目としては、インメモリのサイズを設定していただく。これがカラムストアの領域として、使われる領域ですね。で、その領域に対してオルターテーブルとかオルターパーティションで、管理者が選択した、データを乗っけるという作業が2番目。そしてその乗っけたデータというのは基本的にはインデックスが不要になりますので、不要なインデックスを削除していただくという、主にこの3つのステップくらいで導入ができます。ですので、本当に実際に触っていただければ分かりますけども、何か複雑なコンフィグレーションが必要だとかそういうものではないですので、比較的簡単に試していただいて効果があるかどうかを見ていただくということが可能かなと思っております。で、なおかつ開発の考えとしてかなり気を使っているところっていうのは、既存の資産、右側のところですね、を完全に保護していくっていうのが重要な点ですね。なので既存の SQL というのは特に書き換える必要はないですし、ディスクの中のフォーマットも変わらないですし、リアルアプリケーションクラスターですとか、その他の今まで使っていた拡張するテクノロジーっていうのも使うことができますし、でなおかつもともとオラクルデータベースのが持っているですね、堅牢のセキュリティ機能というのをそのまま使うことができます。ここからは、オラクルデータベースが変えるシステム開発の考察ということで、ご紹介をさせていただきます。今までそのオラクルデータベースをご紹介する中で非常に簡単に導入することができるみたいなイメージをご紹介しましたけども、実際に簡単に導入していただいて場合によってはかなりの効果っていうのを得ることが、スピードっていうのは得ることができると思っております。で、簡単に導入しスピードが得られるからこそ他の要素というのに影響を与える可能性がないのかなということで、少し最後に皆さんと一緒に考えさせていただければと思います。で、基本的にはこれぐらいの3つの要素に影響を与えると思われます。まずシステム構成に関する要素、あともう一つは運用管理に関する要素、もう一つはアプリケーション開発に関する要素。で、システム構成に関する要素でいうと、DWH ですとかデータマートですとか、そういった、システムを構築する上で、変わることがあるのかなとか、あとはバッチ処理とか概念とかいろいろ変わったりとか、あとはアプリケーションパッケージへの余裕の導入が考えられないかなとか、あと運用管理をする上では、今までそのかなりパフォーマンスを、向上させるために高度なその DBA のテクノロジーの、データベースの管理者のスキルというのが要求されましたけれども、このオラクルデータベースのインメモリによって、部分的にはですね、パフォーマンスチューニングがほとんど必要なくなるようなケースもありえると思いますので、そういったパフォーマンスチューニングに関する考え方の変化、あとは、オラクルデータベースって基本的にアプリケーションという側面から見ると、今まではあまり早くない箱といいますかシステムだったわけですけども、このオラクルデータベースのインメモリを使うことによって高速化するためにデータベースから取ってきたアプリケーションでキャッシュをするですとか工夫していた部分、そういった部分っていうのが一部必要なくなる可能性もあるんじゃないかなと想定しています。まずシステム構成運用管理に関する変化なんですけども、今までの復習にはなりますけども、オラクルデータベースのインメモリを適用していただくと、基本的には分析系の処理、レポート分析バッチ処理の高速化、みたいなことが実現できます。で、あと一方ですけども、インデックスが必要なくなることによってトランザクション処理っていうのが最適化することができます。で、これによって当たり前なんですけども、1処理あたりの応答時間が改善されるというのと同時に、処理する時間が短くなれば多くのトランザクションを裁くことができる、
余ったリソースでさばくことができるというような効果も期待することができるかもしれません。ですので、オラクルデータベースをインメモリを使うことによって、まあ、当然速くなるという効果があるんですけども、その速くなる効果とともに、より多くのデータベースを一つのリソースの中に詰め込むことができるような可能性もあるのかなと思っております。あともう一つの側面としては、アプリケーションの開発の側面から少し見ていきたいんですけども、まあ、ご存知の通り、オラクルデータベースのインメモリっていうのは、まあ高速化、処理を高速化するテクノロジーですけども、その処理を高速化する上で、まあオラクルデータベースにSQL を投げると少し処理が遅いので、アプリケーション側で何か工夫をするみたいなことを普通に考えていたと思うんですけども、オラクルデータベースの処理がものすごく高速化されることによって、もう SQL で投げてしまった方が手っ取り早いねっていうような、まあ、世界っていうのも考えられるかなと思っております。なので、まあ、こういった考え方がより進んでいくと、より SQL 指向のアプリケーション開発みたいなものがまた流行ると言いますか、そうですね、流行ってくるんではないかなというのが想定されます。最後になりますけども、まあ、オラクルデータベースのインメモリーは、まあ、分析処理をかなり高速化してくれるテクノロジーですし、導入はかなり簡単に導入ができますので、ぜひともですね、ご興味のある方は、最新のオラクルデータベースのバージョンをダウンロードしていただいて、まあ、試していただければと思います。以上になります。以上、オラクルデータベースインメモリ概要についてご紹介いたしました。